ちょっとあなた、最近噂で聞いたんですけど、はい、なんか将来、うん、何なんかインフルエンサーになりたい的な噂をちょっと聞いたんですけど、本当ですか？はい、そうです。はい、そうです。でもさ、あなたさ、今さ、娘ちゃんっていう名前じゃないですか。そうそうそう。っていうことは、娘ちゃんがこれからインフルエンサー としてやってきます、うん。ってことは、その娘ちゃんっていう名前が表してる通り、ずっとパパと一緒に、ラブラブって感じでやっていく。そう。そうなっちゃうから、ちょっと名前を変えましょうっていうね。え、そうなった方、なっちゃう。ちょっと困る。パパは困んない。パパは困んないよ。私は困るよ。そうですか。そうです。なんかまあ一人で独立して今後、それはパパのアカウントにも出ていただきつつっていう認識でよろ、はい。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 で、請求書は送らない。請求書ももちろん一緒にね、送らせていただきます、ね。いや、あの、そういう、なんか歪んだ、やべえ親子関係だなって思うんですけど。歪んだ。はい。歪んだ。なんか週刊誌とかにさるじゃん。歪んだ親子関係の闇。みたいな、そういうやつや。じゃあ、その娘ちゃんから名前を変えるってこと？そうです。ほう、その名前とは？その名前とは、無林です。無林ちゃんってこと？そうです。無林ちゃん。ちなみになんか名前の由来とかはあるんですか？無林ちゃんの。名前つけるのが無理だったから無林って。適当すぎる。どういうこと？どういうこと？ちなみになんか、一応そのなんかあなたの名前が変わりますというか、そういうね、報告動画みたいな形になると思うんですけど、パパからも、ウォンカさんからも実はすごい重大な報告がございまして、なんとこの度、年齢が40歳になりました。おじさんだー。いや、なんかね、ガチで、傷つくから、ちょっと動画止めていいですか？ちょっと。おじさんだー。いや、ちょっと止めますね。おじさんだ。ちょっと。